ススキダ・ジュリアはフリーアナウンサー。現生、非公表、本名、ススキダ・ジュリアさほまれ。兵庫県西宮市出身。父親が日本人、母親がフランス人でアメリカ合衆国にて出会って婚姻資兄弟の長女として生まれる。4歳の時に阪神淡路大震災に被災し、被災後に大阪府に転居。同志社香里中学校。 高等学校卒業、同志社大学社会学部メディア学科在学中、ミス同志社2010のファイナリストに残った。ミスコン活動の一環で、第10回、JCF 学生映画サイン鳥取の新前大使も、務めた。三放送アカデミー出身。在学中、竹内光一の下で、音楽ワイド、ラジオビューの、アシスタントディレクターを担当した経験がある。2013年4月、 石川テレビに入社。同期は同じ同志社大学出身の広松優衣。FNS 系列のアナウンサーが集まった番組にも出演。2017年2月22日、石川さん情報ライブリフレッシュで石川テレビを退社し関西圏に戻ることを発表し、3月3日の石川さんみんなのニュースが石川テレビアナウンサーとしては最後の出演となった。 同月27日から番組開始した報道ランナーのサブキャスターに起用され、以後現在の事務所に所属したことを発表した。テレビラジオ学生時代石川テレビ時代。ありがとうございます。